元キングプリンスへの新たな武器、平野市要、神宮寺裕太、岸裕太の未来予測、金プリ脱退からの未来、2023年5月22日、平野市要、神宮寺裕太、岸裕太、元キングプリンスへの3人がジャニーズ事務所を離れ、新たな一歩を踏み出しました。彼らの今後には多くの期待が寄せられており、特に注目を集めているのは、 その次なるステップと海外進出への挑戦です。これにはどのような可能性が秘められているのでしょうか ?1。平野仕様の身体能力と海外進出への期待。平野仕様は金プリの冠番組、キングプリンスル。でその驚異的な身体能力を発揮し視聴者を圧倒しました。 初挑戦の河原割やパンチングマシン対決、マイケル・ジャクソンのゼログラビティに挑戦するなど、そのパフォーマンスは言葉を超えて賞賛を浴びました。ジャニーズ時代の最後のブログでのジャニー北川への謝罪は、目標に届かなかったことへの悔しさが感じられ、これが海外進出への新たな目標への第一歩となることは間違いありません。2 神宮寺ゆうたの空手技術と国際的な魅力。神宮寺ゆうたはジャニーズ JR 時代から空手の腕前を披露しており、これは海外でも大きな魅力となるでしょう。日本の武道空手は国際的に高く評価されており、神宮寺の技術は異国のファンを引き込むことが期待されます。 彼の空手は、元金プリのグループ活動としてではなく、個々の才能として際立っていくことでしょう。3. 岸ユ太タの SDG への取り組みと新たな可能性。岸ユ太タは、金プリ脱退後も、ザ・鉄腕・ダッシュに継続出演し、米作りに取り組んでいます。 これは SDG、持続可能な開発目標に関連する活動であり、海外での評価も期待できます。彼の米作りキャラクターは、環境への意識が高い海外で受け入れられる可能性があり、3人のトリオに多様性を加える一翼を担うことでしょう。4. 新しい地図への可能性と歌舞伎舞台。 週刊誌の報道によれば、滝沢秀明氏のサポートを受けて再スタートを切ると言われている3人。彼らが滝沢氏プロデュースの歌舞伎舞台で主役を務める可能性も考えられます。しかし、飛べ歌舞伎やケンタッキー歌舞伎といった名前は、ジャニーズ事務所のコンテンツとして残してきた滝沢歌舞伎と区別する必要があります。 ここで新しい地図のようなユニット名が浮かび上がります。クイーンプリンセスなどの案も提案されていますが、このユニットが独自性を保ちつつ、国際的にも受け入れられるかどうかが鍵となります。5、プロレスとのコラボ、滝沢秀明氏の愛好するプロレスとの融合。滝沢氏の大好きなプロレスを3人の活動に取り入れるというアイデアも浮かび上がります。 特にメキシコ独自のプロレス、ルチャリブレは、覆面で戦うことが特徴であり、これを3人がマスクをこうむってリングに登場をする様子は、国際的なファンを引きつけるかもしれません。私シユータの足を使った戦術は、相手を惑わせる巧妙な戦術として活かされ、試合後のマスクを外す瞬間が一大スペクタクルとなりそうです。結論、新たな旅の幕だけ。 平野紫耀、神宮寺勇太岸優太、彼らの未来には多くの可能性が広がっています。身体能力、武道技術、環境への意識、そしてプロレスの要素が組み合わさり、元キングプリンスへの3人が、アメイジンク。ナトリオとして新たな旅に挑む姿は多くのファンを魅了することでしょう。滝沢秀明氏のサポートのもと、 彼らがどのような形で新しい地図を描いていくのか、ますます注目が集まります。